今川動画製作所。牧野金融事務所。相変わらずしょぼい事務所だな。たまき、半年ぶりか。今日は残金払いに来てやったぜ。ほらよ、色つけてやっといたから感謝しろよ。残り8万。それが払えず飛んだ野郎が随分じゃねえか。まったくあの頃はよ、ほんと金なくてな。てめえの取り立ては容赦ねえわ。女に金取られるわで地獄かと思ったぜ。だいたいとごってのはあんまりじゃねえ。そんな闇金から金借りるやついるのかよ。俺は相手を選んで条件を変える。てめえがトゴだったのはそれだけリスクがあったからだ。実際最後は飛んだじゃねえか。トゴ、10日で5割の利息がつく方式、非常に高利。でもその割に追ってこなかったよな。てめえからは元金の数倍は回収済みだった。身内に連絡取ってもよかったが、8万で通報のリスクを負うのも面倒だ。だから見逃してやったんだよ。闇金のくせにぬるいね。地の果てまで追っかけてくるんじゃねえのかよ。そこまで追いかけてみみっちく稼ぐ金融はそういねえ。大体逃げた連中もいずれまたこっちを頼ってくる。1万返すから1万5千貸してもらえませんかってな。奴らにとっちゃうちみたいな闇金が生命線なんだよ。でこれは何した金だ。窃盗か詐欺か。俺は今ウグイス会のビーカン屋をやってんだ。ウグイス会、たい焼き組参加のか。あそこも金がねえらしくてな、できるだけ安く使えるビーカン屋を探してたんだ。それで元新勤職員の俺が格安で請け負ってやったらありがたがってくれてよ。今じゃボロ儲けってわけだ。話は分かった。この金は持って帰れ。二度とうちに顔出すな。は、なんでだよ。組関係に手出すとろくなことにならねえ。組に関わった金もだ。てめえも甘く見てると痛い目見るぞ。ヤクザは俺ほど優しくねえからな。ち、なんだよあの態度。妬ませてやろうと思ったのによ。俺の名は玉木陽太。1年前まで信用金庫で働いていたのだが、投資で失敗してから一気に借金漬けに。生活もままならなくなり、闇金で金を借り、さらに女に騙されてその金も取られ、半年ほど前身内にバレることを覚悟の上で逃亡した。しかし日雇いで働いてる時。あんた新勤職員なんだろ。領収書の作り方とか詳しいんじゃねえのか。は、言われて知ったのがビーカン屋という仕事だった。ビーカンというのは国税関係の隠語で、偽の領収書や裏帳簿のことを指し、ビーカン屋というのは脱税したい個人や企業に手を貸す存在なのだ。ちなみに正当な書類は英漢と呼ばれるらしいが、語源は定かではないとか。玉木さん、これから頼めますか。ああ、いいっすよ。いつものレンタル会議室でお願いします。こちらがご希望の社長さんです。いや、すみませんね、急に。いやいや大丈夫ですよ。で、いかほどの領収書が必要ですか。事業者への課税額は年間収入をもとに計算される。期末の資本金あるいは出資金が1億円以下の中小の企業の場合、所得金額が800万円を超えるか超えないかで税率が大幅に変わるのだ。 2020X 年現在、所得が800万円以上の場合は税率約 23%、 800万円以下の場合は約 15% となる。本当にうちみたいな中小が180万も税金払えないですよ。ですよね。800万円きっちりで計算するなんてひどい話だって分かりそうなもんなのに、国も無茶言いますよね。そのため所得を少なく申告すれば税金を逃れることができるのだ。手法は2つ。まず1つ目は売上の過小計上。行った取引の金額を少なく、あるいはなかったことにするのだ。だがこれは取引先の帳簿と付き合わせる反面調査で容易に発覚してしまう。2つ目は経費の水増し。利益分から経費を引いた金額が所得になるので、経費を増やせば自然と所得が減る。そのために俺のようなビーカン屋が偽の領収書を用意するのだ。じゃあ260万分ほど領収を用意しましょう。税務署に何代かを聞かれたら機器のリース料とでも答えてください。あの、でもその領収書大丈夫ですか。税務署が相手企業を調べたりとか。大丈夫です。
そのために倒産した企業の名義を使うんです。相手が倒産してれば税務署の職員も追えないんですよ。探偵並みに調査をすれば領収書の真偽を確かめることはできますが、そこまですることはまずないです。本当ですか？よかった。私はそのために倒産企業を調べてるんですよ。そして、で、費用はいかほど？他の仕事仲間に聞いたら額面の 8% くらいって言われたんですが。そうですね、この辺りじゃ 8% から 10% が基本ですが、私は 5% でやってますのでご心配なく。本当ですか？ありがとうございます。助かりました。それじゃあこれ謝礼の13万円です。はい、またのご利用お待ちしています。この取引にかかった時間は15分。俺が使った金額はレンタル会議室代1000円と領収書の紙1枚分。じゃあウグイス会さん。はい、どうも。仲介した暴力団ウグイス会に謝礼金の一部、今回は4万円を渡して終了。たった15分で9万だもんな。まともに働くのがバカらしくなる。これを暴力団が仲介するのは意味がある。 B 館を欲しがった業者を暴力団はリスト化しておき、必要に応じて後日脅迫のネタにするのである。いやー、怖い怖い。ウグイス会は以前は俺より高額で取引する B 館屋を雇っていたようだが、俺が最低金額でやり、かつ多めにウグイス会に支払うと打診した。たい焼き組傘下のウグイス会は現在広域暴力団の大番組に押され、相当に経営が厳しくなっていたようで、俺の提案を2つ返事で受け入れた。特にウグイス会の若頭が大番組傘下の今川組に対して腹に一物あるそうで。何をしてでもあいつを超えてやる。俺は今やウグイス会お抱えの B 館屋なのである。最近は結構でかい額の取引もしてるからな。B 館でマンション買えちまうかも。あんなクソ闇金に金借りてたのがアホみてえだな。ところが、ああ玉木さんよ、あんたが用意した領収足がついたぞ。は？しかも一番でけえ取引したとこだ。なんで何が原因で？んなことはどうでもいいんだよ。おかげでうちの組の信用ガタ落ちだ。若頭もお怒りでよ。お年前がいる。組に来てもらおうか。待ってくれ。これは何かの間違いで。あ、行くぞ。はい。助け。もう。牧野金融事務所。B 館で高額の取引をする場合、倒産企業の領収書だけじゃ厳しい。額がでかけりゃ国税局だってさすがに目をつける。だからかぶり屋って役目が必要になるんだ。かぶり屋？脱税をかぶるって意味の通称だ。かぶり屋は自分で架空会社を作り、口座を開設して、その口座の通帳とキャッシュカード、銀行員を客に預ける。客は口座に数百万振り込み、預かったカードで引き出す。実際には客がただかぶり屋の口座に入金し引き出しただけだが。取引が行われたように見える？その通り。カブリ屋と客の間で契約を作り、コンサルを依頼した形式でも取っておけば完璧だ。そういえば大阪でそんな事件ありましたね。ある企業が実体のないカブリ屋の会社と取引したように見せかけ、1年で3300万円脱税した。うまくやってたと思うがな。それでも発覚のリスクはある。裏の人間は基本そのリスクを覚悟の上でやってるが、暴力団はミスを許さないですよね。メンツがあるからな。取引が失敗したら金か命を差し出さなきゃならねえ。だから関わりたくねえんだよ。でも牧村さんのところは緩いですよね。そりゃあの人に金も力も余裕があるからだろ。だが他の組を同じだと思うな。玉木も殺されはしねえだろ。ひでえ目に遭うのは確実だ。舐めてかかると地獄を見る。それが暴力団なんだよ。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボ別館今川動画製作所のチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。